どうも皆さん、モノシア。どうも皆さん、こんにちは、モノケンです。いきなりですけれども、私、今、どこにいるでしょうか。もうタイトルとかね、サムネに書いてると思うんで、分かってると思うんですけども、私、なんと現在今、インドにおります。で、今回、なんでインドのゴアに、来たのかというと、皆さん、世界最古のモーターサイクルブランド、ロイヤルエンフィールドを、ご存知でしょうか。もちろんね、知ってる人はね、当たり前に知ってると思うんですけども、まだ、バイク興味ない人とかは、知らない人もいるんじゃないかなというふうに思います。まあね、インドの、ブランド、モーターサイクルブランドなんですけれども、今回、そのロイヤルエンフィールドがインドで、最大級のね、インド中のロイヤルエンフィールドオーナーが集まる、フェスティバルを開催するから、ぜひ遊びに来てくださいということで、招待いただいたので、今回、インドのゴアに、やってまいりました。で、今回皆さんにそのライダーマニアの様子を、お伝えしようかなというふうに思うんですけども、ご覧の通りかなりうるさいんですよね。で、著作権バリバリの曲とかもかかってて、ちょっとね、カメラを回しながら、行くのはちょっと、無理だと思うので、まず撮影したデータをに、アフレコしながら、このライダーマニアの様子をお伝えしようかなというふうに思います。ということで、ロイヤルエンフィールドの、フェスティバルライダーマニアの様子をご覧ください。どうぞ。そもそもロイヤルエンフィールドって何って思ってる人も多いでしょうし、知っていても歴史までは知らない人もいると思うので、まずはロイヤルエンフィールドを紹介したいと思います。ロイヤルエンフィールドはもともとイギリスのバイクメーカーで、その歴史は古く1900年頃から始まりました。1932年にはロイヤルエンフィールドの名を知らしめるバレットシリーズが登場しました。第二次世界大戦では 125cc のバイクにパラシュートをつけて空挺部隊とともに投下されました。 D-Day、 ノルマンディ上陸作戦にも使用され、その強さ、軽さ、どこにでも持ち運べるハンドリングにより、コンパクトなロイヤルエンフィールドはほとんど止められないものになりました。ドイツと戦ったということは、もちろん日本軍とも戦っており、ビルマで日本の進軍を遅らせるためにロイヤルエンフィールドのバイクが使われたそうです。このように古い歴史があるバイクメーカーで、戦争という形ですが日本とも接点のあったロイヤルエンフィールド、しかし今度は1970年代、日本社の台頭により倒産してしまいました。ところが1954年にかつて植民地であったインドからの受注があって、インドに現地工場が設立されており、倒産後もインド側が独自に生産を続行して現在にまで至っています。つまりロイヤルエンフィールドはめっちゃ歴史があって、昔はイギリスのブランドだったけど今はインドのバイクブランドと思ってもらって OK です。そんなロイヤルエンフィールドは毎年11月頃にライダーマニアというイベントを開催しています。このライダーマニアがどんなイベントなのか表現するのはめちゃくちゃ難しいのですが、あえて言うならカオスなモーターサイクルエンターテインメントといった感じでしょうか。もちろんバイクブランドが開催しているイベントなので、モーターサイクル関係の催し事も多いのですが、懸垂だったりスケートだったり、なんかよくわからないロデオボーイみたいなことだったり、とにかくカオスなイベントでした。会場は主に5つのゾーンに分かれており、左から駐輪場、ライブ会場、トレイル会場、展示会場、ショップ会場です。一番端っこから一番端っこまで歩いて15分ぐらいかかる大きな会場でした。ご覧の通りですね、ロイヤルエンフィールドってこれ書いてますね。Day 1、Day 2、Day 3って書いてるんですけど、そうなんです、3日間行われるんですよ。もうすごい大きな、フェスティバルで、インド中から、ロイヤルエンフィールドファンが集まっているっていう感じでございます。So much. It's cool. It is cool. Yeah, good. Thank you. Nice one too. Thank you. Yes, have a great one.ショップ会場の中にはロイヤルエンフィールド公式のパーツショップだったり、アパレルショップ、社外製のパーツショップはバッグやグローブ、パンツなどのバイクアクセサリーショップ、日本でも有名なセナだったり、バイクのパッチ屋さんだったり、チキン屋さんやケバブ的なラップ屋さんなど、飲食店ブースも多数ありました。ロイヤルエンフィールドの社外製パーツは日本で手に入らないものがほとんどですし、アクセサリーショップは日本未進出のメーカーさんばかりなので、全てが初見でした。ショップ会場の隣には展示会場があります。ロイヤルエンフィールドの歴史と古いバイクの展示だったり、インドっぽいカスタムペイントやカスタムバイク、この日発表されたスーパーメテオ650の展示など、ロイヤルエンフィールドにまつわる情報の発信場所でした。好きなデザインを注文してその場で作ってくれる T シャツやヘルメットコーナーもあったので、お土産にぴったりです。2日目以降はこの展示会の隣で誰でも参加できる催しが開催されていました。2日目は2人乗りしてゆっくり走りながら後ろの人が輪投げをするゲームだったり、3日目は2人乗りをしてスタートして後ろの人がボールを投げてカップに当てるというゲーム、ちょうど僕が見ていた時女の子2人チームが出場していましたが超大盛り上がりでした。もしこれが日本人チームとかだったらさらに盛り上がるでしょう。この動画を見ているロイヤルエンフィールド乗りの方、2023年はぜひゴアに行って参加しましょう。
展示会の隣のトレイル会場では朝から夕方までダートレースが開催されています。これも事前に受付していれば参加できるそうです。バイクを用意するのが難しそうですが、日本人で興味がある方は参加してみてはいかがでしょうか。会場には大きな大きな駐輪場があります。僕が行った時は3日目の午前中ですっからかんでしたが、初日は全て埋まるほど大混雑でした。インドのカオスなバイクたちが何百何千とあるので、見ているだけでも楽しいと思います。また夕方からはライブ会場でコンサートが開催されます。インドで有名なアーティストが来ているらしく、大盛り上がりすぎています。この会場で新車のスーパーメテオ650がお披露目されたりと、歌ってるだけでなくきちんとバイクにまつわるイベントになっています。ちなみに日本からは僕を含めて5人が現地に赴きました。 YouTuber の僕、ウェブ上でバイク関係のことを発信している河野さん、ロイヤルエンフィールド正規輸入総代理店の PCI さん、正規販売代理店のチョップスさん、同じく東京ウエストさんの5人です。実はロイヤルエンフィールド以前は違う輸入元だったのですが、2020年から現在の PCI さんが輸入元になりました。5年前と比べて販売代理店の数もたったの1店舗から32店舗と、大きな都市にはほぼ正規代理店ができています。数年前のイメージの買ったとしてもアフタースポートが心配ということもなくなりました。日本ではバイク好き以外まだ知られない人も多いロイヤルエンフィールドですが、日本を含めアジア地域ではうなぎ登りの成長率らしいです。日本、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリアのディーラーやジャーナリストが集まった交流会では、日本人チームはそれぞれの国の人と話して交流の幅を広げてきました。現在のロイヤルエンフィールドの CEO B. ゴビンダラヤンさんともお会いしたりと、日本のアピールをしてきました。輸入元も変わりましたし、かなり勢いづいているロイヤルエンフィールドジャパン、これからさらに人気が出てくること間違いないでしょう。ちなみに正規販売代理店のチョップスさんも動画を撮影していて、すでに YouTube に動画が上がっています。概要欄に URL を貼っているので、そちらもぜひご覧ください。また河野さんの記事の URL も貼っています。また僕と一緒に行動していたタイ人 YouTuber Go When To Go On が、登録者数もやってることも僕とめちゃくちゃ似ていて、僕のタイ人バージョンみたいな感じの、チャンネルを運営しているので、そちらの URL も貼っているので、皆さんぜひチェックしてみてください。さて、私モノケンはライダーマニア2022を通してロイヤルエンフィールドを広めてほしいということと、ライダーマニアに来る日本人を増やしたいとのミッションがありますので、動画の最後なんですけども、ライダーマニアへの参加方法を簡単に解説したいと思います。来年の、ライダーマニア2023は11月19日から、21日の開催予定です。まずチケットをオンラインで購入する必要があります。9月12日から9月23日の間に前売り券を買えば、2000ルピー約4000円弱で購入することができます。2022年11月時点ではインドの E ビザ、 PCR 検査の陰性証明書と、それを事前にオンラインにアップロードする必要がありました。2023年以降は大きく変わっている可能性があるので、入国に何が必要なのかは、その時に、自分でしっかりと調べてください。次は航空券を購入しましょう。目的地は、インドの西部ゴアです。国際線も飛んでいる空港なので行き方はたくさんあると思います。ちなみに2020年の僕は選択肢がなくて、熊本から羽田、羽田からニューデリー、ニューデリーからムンバイ、ムンバイからゴアと約30時間かけてゴアに行きましたが、まあきつかったですね。2023年はマシなフライトプランがあることを祈っています。インドの空港は施設に入る前に E チケットのチェックがあったり、その他にもいろいろあったりで、とにかく時間がないです。乗り換えには間3時間ぐらい必要だと思った方がいいと思います。あと預けて荷物にモバイルバッテリーを入れていたらスーツケースごとロストします。電子機器類はどんなに小さいものでも手荷物で持っていくべきです。11月ですが、日中は長ズボンプラス半袖、夜はそれプラス1枚羽織るものがあれば OK でした。さてゴア空港に到着しました。ライダーマニアが開催されているのはアンジュナという地域で、空港から車で約1時間かかります。現地人のサポートがないのであればタクシーで行く必要があります。だいたい1300から1500ルピーぐらいが相場っぽいので、ぼったくられないようにしましょう。ただタクシーを1人で乗るのはもったいないので、もし2023年以降にライダーマニアに行く人がいるのであれば、一緒に行った方がいいんじゃないかなというふうに思います。この動画のコメント欄でもいいので、2023年以降ライダーマニアに行きたいなと思っている人は事前に連絡を取り合って一緒に行った方が安心だし、お金もお得だし、まあ、いいこと尽くしなんじゃないかなというふうに思います。さて目的地のアンジュナにはホテルがたくさんあります。ライダーマニアの開催地はここヒルトップというところ。ここに警察署があるので、この警察署周辺のホテルを予約するといいと思います。僕が泊まったホテルから会場まで歩いて10分もかからないので、
お腹が痛くなった時は走ってホテルまで戻っていました。レンタルバイクなのでロイヤルエンフィールドのバイクに乗ることもできるでしょう。しかしライダーマリアの期間中は警察官が1000人か2000人配置されていると聞きました。外国人は積極的に止められて言いがかりはつけて賄賂を要求されるので、フルフェイスで顔が見えないようにして行った方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ライダーマニアの会場でも軽食は食べることができますし、ホテル周辺にはハンバーガー屋だったりシーフードのお店だったり結構大きめのスーパーとかもあるんで、食べるものには困らないと思います。2022年現在は帰国の便に乗る際に PCR 検査の陰性証明書が必要です。もちろんインドで PCR 検査を受けないといけないので、PCR テストと検索して検査を受けましょう。結果はメールなので受け取ることができます。さて、帰りもタクシーで空港まで行く必要があります。タクシーは自分でネットで探して WhatsApp で呼ぶか、ホテルの人に呼んでもらいましょう。ただ時間はマジで余裕を持って行動してください。ちなみに僕は朝3時にタクシーで空港に向かっていたら牛と衝突して、後部座席からルームミラーあたりまで吹っ飛んでしまいました。運転席が開かなくなるぐらいの結構な事故だったんですけども、まあ僕自身怪我はなく無事に空港に着いてなんとか帰国することができました。それまで腹痛はなかったんですけども、帰国時にムンバイの空港のラウンジでカレーを食べました。もう帰国するだけだし大丈夫でしょうと思ってたんですけど、帰国後4日間下痢が止まらずに最終的に内科に行って薬をもらいました。マジで何があるのかわからないのがインドなので、もし行くなら一人で行くより日本のロイヤルエンフィールド好きと一緒に行って一緒に行動した方が安心かなというふうに思います。はい、ところでいかがだったでしょうか。ロイヤルエンフィールド主催のイベントライダーマニアの様子とその行き方を簡単に解説しました。インドという国自体もカオスですし、ライダーマニア自体もカオスなイベントだったというふうに思います。2022年のライダーマニアは日本人もう見かけずに多分僕ら5人だけだったと思うんですけども、まあ、来年ね5人が6人になって6人が7人になってみたいな感じでちょっとずつ日本人もこの会場に来てくれる人がね増えたりとか、あとは日本でロイヤルエンフィールドのオーナー自体がね増えたりするとまた嬉しいなというふうに思います。ということで今回インドの現地からロイヤルエンフィールドのライダーマニアをお伝えしました。いろんなことの詳細とかは概要欄の方に貼っているので、気になる方はそちらの方をぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。